こんにちは、デリッシュキッチンです。焼き餅入りかきたまスープを作ります。生姜一かけは千切りにします。切り餅2個は1個を4等分にし、天板にのせてトースターで焼き色がつくまで5分ほど焼きます。お鍋に水 400cc、 生姜を入れ、みりん大さじ1/2、塩小さじ1/2、醤油小さじ1、和風顆粒だし小さじ1/2を加えて煮立たせ、水溶き片栗粉を中火にして回し入れ、溶き卵2個をとろみがついたら回し入れます。ゆっくりと混ぜ、卵に火を通し、器に盛り、餅を入れて細ネギを散らしたら完成です。